はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。いやー、久々の動画になりますけどもね、しかもね、いつの話だっていうくらい前の話をしたいと思いますけどもね、2週間前 KPP トレイン、キャリーパンパムのね、西武鉄道とのコラボ、西武池袋線のね、電車に乗りました。見ました、初めて。電車待ちしてたらですね、来たやつがね、ピンク色だったんですね。KPP トレインじゃんと思ってね、楽しんで乗りましたけどもね。中はね、いろんなポスターとかね、全部で、ね、キャリーパンピョムですね。まあ、車内アナウンスとかね、そういったものもね、できればね、キャリーパンピョムになればよかったなと思うんですけどもね。そうじゃないと、ただのラッピング電車になっちゃうからね。もうひとひねりあるといいなとは思いましたけどもね。9月まで運行するらしいからね、まあ、ちょっと工夫あればいいなとは思ったんですけどもね。今後もね、機会あれば乗りたいなと思いました。